日曜九州三神馬ということで、ね、やっていきたいと思います。秘密基地ポリガム総水八でございます。こちら小倉のですね、まあ、5レース九州三芝の 1200m の新馬戦ということで、まあ、土日でね合計27頭デビュー、まあ、毎年50頭前後の九州三馬って考えたら、まあ、そのうちね約半分が JRA で、まあ、こっちで、ね、しかも同じ日にデビュー、同じ週に、ね、デビューできるっていうあたり、まあ、もちろんね、その段階での仕上がりってやつに差はあるんだろうなとか、まあ、そこを見極めれば馬券の的中に近づくのかなってところも含めてね、検討をしていきたいと思います。まあ、というわけでね、このレースなんですけれども、まあ、こんな感じでいきたいと思います。まあ、軸はね、11番西のサンストーン。まあ、ネロがね九州産で種牡馬入りして、このネロっていうのはね冠名こそつけなかったものの、西山牧場さんのね冠名西野で走るはずが、まあ期待できそうだってことでね、これぞっていう血統っていうことで、これぞっていう馬ってことでね冠名を外した馬、まあウォッカとかがね、谷のウォッカから冠名外したみたいなのにね、後追いみたいな企画だったりしたわけだけれども、まあそのネロをね九州産でね種牡馬入り、九州のね軽種馬牧場にね軽種馬協会の方に移動させるに至って、まあ西山牧場さんがね何頭もの繁殖牝馬を九州各地のね牧場に予託に出したんですね、移動させたんです。まあそのうちの1頭、お腹の中に入ってた1頭で、まあこの後2023年からネロが九州でということで、ネロを種付けされているお母さんの1個上のねリーチザクラウンサンクっていうことで、まあ前年までもねネロをつけてた繁殖がよく言ってたんですけども、まあリーチザクラウンサンクってことでね、まあそれより一回り良血、まあ初の西山牧場初の九州産ってこともあってですね、期待されている1頭、まあ見ておきたいと思います。そして3番の南国トップガンバンブーエールサンクでね、まあ芝でよりはダートが本当はいいのかなってとこですけどね、お兄さんがまあ2勝上げてますしね、このメンバーの中では注目に値すると思います。そして4番のこういうモジョか想定1番人気、まあお母さんがね2歳7月に JRA で勝ち上がっている馬ですからね、まあ早めの仕上がりっていう点では安定感のある品系ってことで期待をしておきたいと思います。まあ、そして6番ヤッホー霧島、想定7番人気、まあ、九州持ち込みの、ね、アメリカンペイトリオット産駒、ハッピートレイルズの品系でね、まあ、早熟さっていうのも確保されてますし、面白い存在だと思います。そして9番のレーニス、まあ想定3番人気、まあ、小倉芝千里のミッキーアイル産駒ですからね、まあ、この中では良血の部類ってことで、まあ、抑えてはおきたいと思います。そして12番のケイテン愛人、前売り5番、想定5番人気、九州の、ね、量産型ディープインパクト産駒、アレスバローズの産駒で、まあ、長島まなみ騎手で金量有利。今日もね、今日の九州産限定戦も基本的に金量軽い騎手たちでね、決まりましたからね、まあ、その辺は抑えておくべき存在だと思います。というわけでね、まあ、こんな感じでまたやっていきたいと思います。以上、ハッチーでした。